スノウチコレクションは日本の小説家で美術評論家、画廊経営者のスノウチトールが収集した美術品コレクションの名称。現在、全146点が宮城県美術館に収蔵されている。スノウチは東京美術学校在学中、左翼運動で検挙され、後釈放されるが、間もなく中国へ招集され、情報活動に従事する。 日本帰国後に小説を書き始め、かの地で知り合った小説家、田村大二郎が1959年から経営していた画廊、現代画廊で支配人として働きながら作品を発表。受賞は逃したものの芥川賞候補に賛同される文才を示した。1961年9月に田村が画廊経営から手を引いたのを機に、そのうちが、 画廊主となり、小説家の筆を折り、同年11月の一万鉄五郎店を皮切りに、現代画廊の経営を始める。1974年から芸術新庄に自身が収集した美術品についてのエッセイ、気まぐれ美術館の連載を開始し、スノウチはエッセイストとして文筆活動を再開する。以後1987年10月に亡くなるまで、 画商と文筆業という両輪の活動を続けた。最後に開いた展覧会は1987年10月の矢内清六展で同年に発表した随筆、市野江新高史園が絶筆となった。そのうちの死後、残された美術品コレクションの挙集が問題となり、一時は散逸の危機にもさらされたが、現代画廊の旧従業員の尽力で画廊に 貸与されていた作品等が急増者に返却され、そのうちの所有物と確定した146点が、素の内コレクションとして1988年、宮城県美術館に一括収蔵された。素の内コレクションは、油彩87点、水彩14点、素描32点、版画12点、彫刻1点の総計146点で構成されている。 スノウチは収集対象となる作品として、買えなければ盗んでも自分のものにしたくなるような絵であると、随筆、気まぐれ美術館に書いている通り、日本人作家の作品を中心に知名度にこだ、佐藤哲造や藤巻義夫など、スノウチが展覧会や随筆で取り上げたのを機に再評価された作家もあり、個人収集のユニークな美術品コレクションとして高い評価を受けている。 そのうちコレクションを一括収蔵している宮城県美術館では随時展示替えを行いながら人気の高い作品を中心とした常設展示を行っており約5年ごとにすべてのコレクションを展示する企画展も開かれている他の美術館の企画展のためのコレクションの貸し出しも行われており近年では2005年に茨城県近代美術館で 全146点を公開する展覧会が開かれた。作家名、作品タイトル、制作年、作品サイズ、制作技法の順に表記。ありがとうございます。